がいいぜ。今日も朝早くからお出かけしておりますが、渋滞の信号ばっかりですな。このね、海方面行くときはね、いつも渋滞なんだよな。これをなんとかしたい。ああ、早く山へ行きたいな。あと4ヶ月はこんな状態です。ねえ。なるべく渋滞を回避するには、やっぱりね、高速乗ってね、やっと行きたいんですが、朝一のね、高速もあんまり乗りたくないから、タイヤがね、温まってないので、ね、今日もね、多分7度ぐらい、寒い朝です。はい、皆さんおはようございます。アンクルです。1週間ぶりに乗るかな。はい。今日もほらね、天気で、あそこら辺に飛行機飛んでます。カメラじゃ見えねえな、多分ね。ということで今日もね、海方面、行ってまいりたいと思いますが、さてと今日はあんまりね、大きな目的がないので、知多半島の方へまた行くんですが、前回ね、行った時にもう下道ばっかしで行ったら、ほんと疲れちゃいましてね、信号で。ということなんで、ちょっとだけ有料道路、走って、ツーリング気分を味わいたいなと思っております。皆さん、いかがお過ごしざましょうか。今日はね、久しぶりにハンバーグ師匠のジャケットを着ております。はい。昨年注文してたやつが、まあ、今年の前半に入ってね、それ以来ですね。ハンバーグ師匠。ハンバーグ師匠のジャケット、かっちょええ。ハンバーグってここにねワッペン入っております。ここ通るのにね160円かかります。このお金はね、しっかり持ってないと財布から出してられないから。60円、ちょっと待ってね。はい、あ、いいです。160円、これを払わないといけないんです。ここはだからね、
ちゃんとポケットに160円を用意しておかないと通行できません。これだけが難儀です。このね、160円払ってでもこう走りたいんです。わずかね、11キロかな、6キロかな、そこら辺なんですけども、このね、160円分の価値がすごい有効になるんですよ。今時こんなところはないですけれども、あそこで ETC やってくれればいいのにな。とにかくね、この下道はね、一般道路を走れないんですよ。この下に道がないからスルーできないんですよね。これをね、行こうとするとすごい時間かかる。30分ぐらいロスするんですよね。もう全然違う、ここの道。これ全部最後まで橋を新しくしてくれればいいのにね。そのぐらい便利だよこれ。はい、終点です。これ終点なんだけど、もうね、あそこから5分ぐらいかな。そんな感じ。もう全然上、23号線なんですよねこれね。そこにぶち当たる。このね、ロスはほんと30分はかかるんですよね、ここまで来るのに。それがわずか5分で終わっちゃいます。鬼怒浦大橋を、行きます。ラインと直進ラインに分かれたね。知らんかったこれ新しくなったんだ。そうか、隣の橋が増えたんだねこれね。だからさ、左行く車線は1本増えて、これ全部まっすぐなんだ。そうか、前回ここを通って帰ってきた時気がつかなかったけど、前はここ2車線しかなくて、左に曲がるのとまっすぐ行くのがすごい混んでたんだけど、あ、これいいやん。ほらほらね、ここは向こう側はもう左折専用で、これ全部がまっすぐなんだ。わ、これはいいよ、渋滞がないよ、ほらいいぜいいぜ、このルートに変更しよう。これは全然大丈夫だ。いつもあそこ大渋滞だったんだけど、お金かけて工事した甲斐があったね。渋滞がないよ。
久しぶりに来ました。ずい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 、ですね。今年もあと1ヶ月ぐらいで、終わっちゃいますが、またまた来年のお話になりますけどもね、辰年もうちょっと飛んでみましょうかね。来年はね、今年やり残したことないように、皆さんも元気でね。バイ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 。